世界情勢の激変の4番ですね、多極化とグローバリゼーション。よく今まで多極化するとかグローバリゼーションが進むとか言ったら、しばらく経つとですねそのグローバリゼーションじゃなくて、なんか回帰だ、国への回帰だなんて言ってるんで本当に当てにならないんですが、実は全体を見るとそれほどおかしいことないんですが、まず第一はヨーロッパの地盤が沈下してるってことですね。まあ、本当に沈下してっていうのは、ヨーロッパはもともとですね、なんで繁栄したかって言いますと、今から500年ぐらい前からアジア、アフリカ諸国を植民地にして、自分たちは働かずに植民地の上がりで生活してたわけですね。それがまあ日本が戦争したおかげ、本当にそうなんですけど、日本が戦争したおかげで植民地をみんな失ってですね、まあ、日本というのは本当に素晴らしいことをしたんですけどね、アジア、アフリカ諸国が全部独立しました。それによってヨーロッパは生活ができなくなりましたね。その点で私の見解では、この温暖化騒動っていうのは、ヨーロッパがアジア、アフリカ諸国の発展を阻害しようとしているというのが僕の見解なんですが、それどこから来てるんですね。それから中東からアメリカが後退しました。これは第2回目でしたがやりましたような、アメリカの投信が止まってですね、精神が止まってですね、イラクから兵を引き上げたのがオバマ大統領、それからシリアから今度兵を引き上げるのは、軍隊を引き上げるのがトランプ大統領ということで、まあ、どん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 後退していくでしょう。それはやがてアメリカがですね、フィリピンからは1990年に1回撤退したんですが、まあ、おそらくフィリピン、韓国、日本からも軍を引くはずですね。同盟関係は結ばれるでしょうけど、引くでしょう。そしたらアメリカが後退するから世界は多極化するというけれど、じゃあ多極化するのはどこですかっていうと、アメリカと中国とロシアとまず言いますね。しかしロシアはこの右のグラフに書いてますようにですね、あまりに GDP が少ないんですよ。アメリカが 20.20 に対して、ロシアはただたった 1.52 ですからね、まあ、日本の 3.5 分の1、アメリカのまあ12分の1とかの国ですので、まあ、今のところ核兵器を持ってたり領土が広いんである程度の力ありますが、三極をなすというわけじゃないんですよ。もしも三極なすなら、アメリカ、中国、ヨーロッパっていうところですね。ヨーロッパはドイツ、フランス、イギリス、まあ、これがイタリア上位に入ってますからね。ですからまあこれを集めれば、まあ、アメリカ、中国と擁する力になる。つまりアメリカ、中国、EU というのがグループですね。本当は日本、韓国なんていうのが本当は力あるんですが、まあ、何しろアジアの諸国は団結しませんからね、まあ、ダメだということになるわけです。したがってロシアも入った多極化って難しいんですね。それからじゃあインド、ブリックスですね、インドとかブラジルとか、まあ、そういうところはどうかっつうと、まだまだですね、インドはまあ人口がかなり多いんで上位には来てますが、力は弱いんですね。それからまあブラジルとかですね、まあ、そういうふうな南アフリカなんてところになるとですね、もう表にも出てないというぐらいですね。やっぱり多極化するためには、多極化の極の中心になるところが GDP が大きくないとですねほとんど小さい国じゃどうにもならないわけですね。だから時間がかかります。それからアフリカもですね、かなり急激には発展しておりますが、やはりそれほど大きくは発展しませんというふうにですね、多極化ってのはちょっと無理があるんですね。私がここで一応ですね、米中というものを表面に出したのは、本当は米中日 EU なんですよ。米中日日本 EU、 これが最も力のある国なんですが、日本はなんつってもですね、安倍さんがちょっとそういう傾向があるんですが、日本人というのは概念作れないんですよ。やっぱり世界で活躍するためには人の後ろをついていくっていうのはダメなんですね。しかし日本人はもうどうしてもダメなんで、そのダメなことをいくら言ってもしょうがないんで、もう日本はアメリカに乗っかるしかないんですよ。方法がないんですね。まあ、日本人の頭脳が足りないのと議論ができないのと2つで仕方がないんですよ、これ。それから中国はやっぱりなかなか他の国がついていきませんからね、ダメだと思いますね。インドもやっぱり孤立してますから、やっぱりアメリカを中心、アメリカ日本連合軍を中心としたですね、グループが主体で、それで、中国がそれに敵対するということになるので、
勝負は大体決まっておりますし、それからまあ日本としての選択の方向もね、残念ながらと言えるんですけど、残念ながら本当は日本は非常にこう道徳的にも高いし、工業力も高いし、 GDP も大きいんで、まあもちろんドイツとかイギリスなんかよりか高い、大きなロシアとかですね、よりか大きな影響力を示すはずなんですけど、なんだって概念が作れない、考え方ができないで議論できませんからね。だからダメだっていうこと、残念ですね。まあ、ただ大きな変化はやっぱりヨーロッパの地盤沈下ですよ。もうイギリスはですね、 EU から脱退もなかなかうまくいかない。現在のメイ首相もなかなか与党の中でも賛成が得られない、まあ、フランスのマクロン大統領に至ってはパリのシャンゼリゼの紛争ですね、これは日本のテレビでほとんどやりませんので分かりませんが、外電が伝えているパリのシャンゼリゼ通りの騒動を見ますとね、これはもう内乱一つ手前ということで、それが内乱になるかどうかじゃなくて、これほど荒れるということが問題ですね。だからドイツはやっぱり差別国家なんですよね。トルコとかギリシャから安い労働者を入れて、そして自分たちはまあえばってやるという国家ですから、あまり発展はしないでしょうね。したがって、やっぱりドイツ、イギリス、フランスの3カ国が衰退し、イタリアはもともとあまり力ありませんので、まあ、そういう意味では、まあ、ヨーロッパの時代っていうのがもう来るということではないわけであります。それから、まあ、ブリックスも少しずつ進展するでしょうけど、このオイルの問題、油の問題とかですね、農業生産の問題っていうのがここでは大きく関係するんですが、中東はやっぱり相変わらずその石油には力がありますし、オーストラリアの石炭とかですね、まあ、それからシェールオイル、シェールガスが出てきましたので、アメリカも現在輸出国になりですね、サウジアラビアあたりも沈静化していくと思うんですね、国全体が。だからしたがってイラン、サウジアラビアをトルコを中心とした中東というのはですね、ごち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 揉めながら自分たちでやっていくっていうのが、まあ、続いていくというふうに考えられます。したがって多極化も行われないし、アメリカのグローバリゼーションを進めていた、まあ、悪徳企業といったらいいでしょうけど、悪徳企業と、あともう一つはアメリカの軍産共同体、それから、まあ、背後にユダヤ人がいると言われる国際金融資本、まあ、ここはですね非常に大きく言われる人もいますが、私は結局は力を発揮できないと思います。というのはですね、陰謀というのは必ず露見します。露見しない陰謀というのはまた陰謀としても意味がないんですね。ですから露見しますが、これは大きく揺さぶられると思いますね。まあ、今までのように全てのことの裏にアメリカの軍産共同体とかユダヤの国際資本がいるというような状態ではなくなるわけですね。まあ、現在でもそれがなくなりつつありますので、アメリカは中東からだいたい引いていくということになっているわけですね。その意味では、この世界情勢が激変していくのは、アメリカを5割ぐらい見て、中国を2割ぐらい見て、あと3割ぐらいを、まあ、ヨーロッパ、中東、それからアフリカ、ロシアというところをですね、まあ、常に全般的にこう目を光らせておくということが必要であります。これの一番の問題はですね、日本のメディアがほとんど報道しないということで、まあ、私はまあ虎ノ門ニュースとか、それからクローバーネットの、本当の話なんかでですね、かなりこの外国に触れようとしているわけです。それはどうしてかと言いますと、まあ、最初に述べましたように、我々親はですね、なかなか日本という国が繁栄し続けるって大変なんですよ。まあ、日本国内の問題は、まあ、次に述べるんですけど、まあ、対外的にもよほどうまくやんなきゃいけないわけですね。で、我々は時に、まあ、私はそう思ってませんが、我々は時に戦争をやってしまったことっていうのをですね、非常にこう非難しますが、非難している人に、じゃあ現在の国際情勢で日本はどうしたら子どもたちが繁栄できるのって言ったら、そう答えられないんですね。ですから、まあ、国際的な中でですね、自分たちの子孫のためにいい日本を作るっていうのは非常に難しいわけですね。昔は40歳代の男性がけんけんがくがく議論したんですが、まあ、現在では意気消沈しております。この面も考えなければいけない問題だと私は思っております。